夜はここ広島市民球場から広島西武ナイトゲームの模様を実況川木直樹でお届けしてまいります。カープの先発は大竹、対するライオンズの先発はエースの松坂となっています。さあ間もなくプレーボールです。さあ注目の立ち上がり、ライオンズの攻撃、先頭バッターは佐藤、打った、ヒットになります。ライオンズ先制のチャンスを迎えます。ノーアウトランナー一塁となって、続くバッターは赤田、まずは一塁牽制。さあ1球目スライダーを、まずは外投げました、ランナースタート、サード取って二塁へ送る、ワンアウトランナー一塁に変わります。ランナー一人置いて迎えるバッターはフェルナンデス、まずは一塁牽制。ファーストランナーチラッと見た、高めギリギリいっぱい、ストライク、ワンストライクノーボール、投げたスライダーワンバウンドボール、ワンストライクワンボール、あーっととんでもないボール、キャッチャー取れない、赤田二塁へ、投球3球目見送ってボール、セカンドランナーチラッと見た、投げたスライダーボール外へ、投げた真ん中にストライク、ツースリー。さあ6球目ストライク、見逃し三振、ピクリとも動きませんでした。そしてバッターはカブレラ、ピッチャー萎縮しています。投げたスライダー決まってワンナッシング。さあ2球目直球ボール、ワンストライクワンボールです。投げた大きなスイング、空振り、ツーアンドワンと追い込んでいます。二塁ランナーをちらっと見た、速球ワンバウンドボール、投げました、落ちる球見逃し三振、手が出ません、どうだと言わんばかりにガッツポーズ。1回の表が終わって0対0ライオンズ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは尾形、第1球を投げました、ドン、これはわずかに低いか。さあ次の投球です、スライダーはストライク、ワインドアップモーション、投げました、内角の球空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目アウトサイド、判定はボール。さあ5球目低め、空振り三振、先頭バッター尾形三振に倒れました。第1球を投げました、打った初球打ち、ファースト初球アウト、これで2アウト。バッターは3番島、第1球を投げました、速球空振り、第2球を投げました、打った、和田前進してくる、ピッ、カープ先制のチャンスを迎えます。バッターは4番ナロッカ、空振り、的を絞れません、ワンナシン、肩越しにランナー見た、直球打った、これは内野フライか、ベルナンデス手を挙げて取りました、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー島残塁に終わりました。0対0カープ初回0点に終わっています。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番和田、スライダー外れました、ワンボール、投げた落としたフォークはボール、投球3球目ボール外れました、胸元際どいところ、投げたスライダーストライク、ワンスリー、ワンエンドスリーから第5球を投げた、速球決まってツースリー、投げました、結局外れてフォアボール、いきなり歩かせてしまいました。バッターは指名打者貝塚、肩越しに一塁ランナー見た、スライダーボール、まずは胸元、ボールカウントワンボール、投げました、フルスイング空振り、スライダーを使ってきました、投げました、ボールがすっぽ抜けました、少し力が入ったか、一塁牽制球を送ります、ランナー戻っています。さあ4球目打った、引っ張った、2番のボールを取った、セカンドセカンドフォースアウト、一塁マウントゲッツー、狙い通りのゲッツー。バッターは7番中島、今日初めてのバッターボックス、お外れた、わずかに内側、ノーワインドアップモーション、投げました、スライダーワンバウンドボール、低め外れてノーツー、フォーク決まってストライク。さあ4球目スライダーボール高め、ワンエンドスリーから投げました、打ちました、左中間へ大きいぞ、どうだこれはいったか、いったか、レフトセンター見送った、ホームラン、先制ホームラン、左中
このままではこれ以上持ちそうにありません。大竹屈辱の1回3分の2で KO。 天野今日2人目のピッチャーとして登板です。打ったショートのグッドビー、バット取れない、センター追っていった。細川1塁回って2塁へ、細川ツーベースヒット。ここでバッターは平尾、これが初めての打席になります。ファンボール見送ってストライク、高め決まってワンナッシング。大角低め打った、ショートのグッドビー、ライオンズ今日4本目のヒット、セーフ。平尾タイムリーヒット。ここで打者一巡してバッターは佐藤、パームはボー、まずは高め、肩越しにランナー見た。第2球目はボーノーツー、ライオンズ2点先制しています。パームボール外れました。一塁へ牽制球を送ります。ランナー戻ります。投げた、直球ストライク、高め、足が上がって投げた、パームボール空振り、自動的にランナースタートします。結局フォアボール、この回2人目のフォアボールです。ここで粘りに定評のある赤田、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。ライオンズ2点先制しています。打った、セカンドグッドビー、バット取れない、ヒット、センター前ヒットになった、バット取れないの、抜かれた、センター前にボールが転がっている。平尾一気にホームへ、一塁ランナー一気にホームへ向かう。赤田センターへのタイムリー。そしてバッターボックスはフェルナンデス、この試合2回目のアットバット、思い切ったスイング、空振り、初球ストレート、第2球を投げました、打ちました、バットバットが折れた、バックネット方向、ファウル、投げました、1球外してボール、強いのはあっとワイルドピッチか。さあ4球目打ちました、掴みました。2回表が終了して4対0、ライオンズまずは先制しています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは5番前田、今日初めてのバッターボックス。第1球を投げました、外れたボール、投げました、速球ストライク。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク、伸びのあるストレート、投げた、内角低め、空振り三振、先頭バッター前田三振に倒れました。投げた、胸元変化球ストライク。さあ次の投球です、速球棒高め。第3球を投げた、速球見送って棒、これも高めに外れました。次は4球目、強振、空振り、まっすぐできました、ツーツー、平行カウント、平行カウントから投げた、見送ってボール。第6球を投げた、外がいっぱい、見逃し三振、手が出ません。バッターは7番野村、これが初めての打席になります。さあ1球目、ボール、ワンボール、投げました、直球打ちました、レフトへの当たり、レフト落下点、取りました。最後はレフトフライに打ち取られました。2回が終わって4対0、ライオンズ4点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。天野マウンドを降りまして、笹岡今日3人目のピッチャーとして登板です。打った、グーンと右中間上がっている、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、尾形交代、ライトセンター見送った、ホームラン、打たれました。さあ初球低め膝元へボール、第2球を投げました、打ちました、これはキャッチャーのファウルフライ、ファウル、バックネット方向に飛んでいきます。第3球を投げました、内角際どい球、ボール、投げました、打った、これはヒットになります。バッターは DH の貝塚、まずは一塁牽制、一塁セーフ、投げました、打ちました、レフト深いところ、前田下がった、入った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、スタジアムが揺れています。7対0、ライオンズリードを7点に広げました。さあ1球目、変化球ストライクインハイへ、まずは初球決めてきました。
投げた、スライダー外れました。第3球を投げた、5外れました。さあ4球目、インコースわずかに外れてボール。投げた、ここは選んでフォアボール。先ほどツーベースを放っている細川、投げた、シュートはストライク、体に近いところ。投げた、真ん中低め、変化球ストライク。笹岡追い込んでいます。一塁牽制球を送ります、セーフ。3回の表ライオンズの攻撃、低め縦のカーブ外れてボール。投げました、スライダーボール、アウトコースへ。ノーアウトランナー一塁、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げました、直球空振り三振。これでワンアウト、ランナーは一塁変わります。先ほどタイムリーを放っている平尾、ゴロ二塁を振った、二塁はセーフ、盗塁成功。投げました、スローボール当たりました、インコース際どいところ。投球3球目、ボール球を引っ掛けた、一塁送球アウト、これで2アウトです。この場面でチャンスに強い佐藤、打った、これはセカンド一塁送る、アウト、3アウトになりました。3回表が終了して7対0、笹岡この回2本のホームランで3点を失っています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは DH 栗原、投げました、ボール外れた、ワインドアップから投げました、ストレート打った。赤田両手を広げて掴んでワンアウトになります。バッターは9番石原、今日初めてのバッターボックス。投げた、チェンジアップ決まってストライク、ワンナッシングから投げた、内角低め打った、ボールを掴んだ、ファーストへ、アウト、これで2アウト。ここで打者一巡してバッターは尾形、今日の第1打席はスイングアウト。投げた、初球を打った、バックを出しましたがボールは後ろへ飛んでいます。投げた、高め、判定はボール。投球3球目、アウトコースへボール、ワンツーバッティングカウント。投げた、ボール、アウトサイドわずかに外れた。さあ投球5球目、打ちました、いい当たり、センターへ飛んでいる、大きな当たり、赤田バック、センター後方バンバンでヒット。2アウトからのランナーが出ました。ここでチャンスにはめっぽう強いシーツ、最初の打席は内野ゴロに倒れています、アウト。二塁ランナー尾形残塁に終わりました。序盤終わって7対0、ライオンズ7点リードは変わりません。ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。笹岡降板、ワトソン今日4人目のピッチャーとして登板です。投げました、スライダーストライク。さあ次の投球です。チェンジアップはボー、インコースへ、ボールカウントワンエンドワン。投球3球目、チェンジアップはボー、低めへ、ワンツー。さあ4球目、インコース詰まらせた、尾形前に出る、ヒッ、ボールは中継、赤田これで今日は3打数の2安打。右バッターボックスは3番フェルナンデス、今日は三振とセンターライナー。投球ボール、キャッチャー二塁送球、二塁セーフセーフセーフ、盗塁成功。投げました、インコース高め、ボール、ノーストライクツーボールです。ライオンズここまで9安打、直球ストライク、ストレートで押してきます。足を上げた、投げました、あっと打ち上げた、シーツ落下点構えて掴みました、これでワンアウト。先ほどホームランのカブレラ、ピッチャー萎縮しています。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。投げました、チェンジアップはボール、内角へ。投げました、インコース詰まった、セカンド正面、一塁アウト、三塁セーフ。この場面でチャンスに強い和田、投げました、痛烈、アウト。三塁ランナー赤田残塁に終わりました。4回の表が終わって7対0、ライオンズ無得点で終了です。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番島、速球棒、まずはアウトコース、モーションに入りました、投げた、打った、痛烈な当たり、センターへ大きな当たり、赤田交代、センター見上げた、ホームラン、そのホームラン、白球は無情にもバックスクリーンへ。
は内野フライに倒れています。打ちました、いい当たり、ライナーだ、掴みました、ダロッカ。初球打ちはライトライナーでした。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番前田。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。チェンジアップストライク。第2球を投げた、外際どいボール。投球3球目、打った、セカンド真正面、アウト。2アウトになりました。バッターは6番新井、今日2打席目。第1球を投げた、空振り、思い切って振った。さあ次の投球です。インコース高めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。松坂、今の投球でちょうど40球目になります。レフト交代、和田、余裕があります。取りました、3アウトチェンジ。4回が終わって7対1カープ、この回1点を返しました。ここでタイムを取りました。ここはピッチャーを変えてくるようです。ワトソン、マウンドを降りまして沢崎、今日5番手としてマウンドに上がります。投げました、ストレートはボール。まずはインコース、ノーストライク、ワンボール。投げました、第2球目はボール。投げました、豪快に引っ張った、取った、アウト。これでワンアウトです。中島、右バッターボックスに入りました。今日3打席目。さあ初球、フォークはボール。まずは高め、投げました、打ちました、取りました。右バッターボックスは8番細川、これが3打席目になります。ノーインドから投げました、初球から打っていった、2バンド掴んだ、ファーストへ送る、アウト。最後はショートゴロに打ち取られました。